松田学です。今回はですね、久しぶりに宇山拓也さんですね、お迎えをしてですね、実はびっくりしましたけど、10月7日のハマスによるイスラエル攻撃ですね、まあ、これでちょっと国際情勢がまた大きく動いてるんですが、まだ帰国したばかりなんですけどですね、まずは今回緊急にこの話を宇山さんとしてみたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。だいぶ長い間日本を留守にされてたんですね。はい。はい、まあ、ご無事で帰国されて、はい、まあ、ちょっと当チャンネルでもいろいろ発信をしていただきたいと思ってますので。はい。9ヶ月ぶりにですね。9ヶ月ぶりですね。はい、17カ国を周遊してきて、17カ国。つい先週の木曜日に帰ってきたばかりで、はい、もう帰ってきた直後にですね、このニュースが出ておりましてね、はい、驚いておるところであります。そうですね。はい。まあ、皆さんもご案内のように、パレスチナのイスラム組織のハマスですね、はい、10月7日後、ロケット弾。戦闘員の投入、侵入によってですね、イスラエルへの大規模な攻撃を仕掛けたわけですが、イスラエルは報復を行ってですね、双方に多くの犠牲者を出すという軍事衝突に発展してですね、で、収録しているのは10月12日ですので、まあ、地上戦にイスラエルは出るのかどうかということが、まだちょっと見えてないんですが、うん、でも出るんじゃないかと言われている、はい、そういう時点ですね。そうですね。今回はこの問題について考えたいと思います。はい。まずですね、日本の世論とか反応、うん、まあ、いろいろあると思うんですが、宇山さん、どんなふうにご覧になってますか？まあ、ちょっとやっぱりこう偏ってるなと、例のごとく思いますね。日本の世論や有識者の反応の中では、はい、ロシアが悪と騒いでいた同じ人たちがですよ、はいはい、今、このハマスはテロリストだと言って騒いでるというケースが多いように感じるわけなんですね。私これを言うならばですよ、今年7月にもですね、イスラエル軍がこのヨルダン川西岸のですね、ジェニンという場所があるんですけどもね、そこのパレスチナ難民キャンプを、まあ、襲って襲撃をして民間人を含むパレスチナ人をですね、200人以上イスラエル軍が殺害をしているんですね。で、こういったことはじゃあテロというふうには言わないのかと、まあ、このなぶり殺して、まあ、強姦をして殺すっていうのが、まあ、ハマスの、ね、映像が流れてますけれどもね、そういう、まあ、惨殺をするか、それともスマートに殺すかという違いはあれど、私はこれいずれにしてもイスラエルにしてもパレスチナにしても殺しであるということには間違いないというふうに思うんですよね。そういう意味で私はどちらか一方が悪いとは言えないのではないかと思いますし、そもそもこのアラブとユダヤの殺し合いには3000年の歴史があるということもよくよく考慮しなければならないというように思います。当チャンネルでは最初にこの問題を使ったのはたまたま昨夜ですね、山中千さんとの 生放送対談、はい、あの時に山中さんが CNN のテレビのことを言ってましてね、はい、戦争報道に慣れていると、それでこうね、むごいところをこう映し出したら、まあ、世界中はエモーショナルに反応する、もうなんか早速なんかですね、そういう動きが見えそうな感じがします、ね、印象操作ですね。印象操作ですね。はい。まあ、やはりその欧米有利なように、それにその世論が、世界世論が追従するような形で、メディアが仕向けているということがあろうかと思いますが、そうですね、私たちはそこにね、乗っかっていく必要というのはないと思うんですよ。そうですね。確かにその欧米がね、イスラエルとの関係で政治的にそのハマスをテロリスト認定するということは、これは当然のことです。それはまた必要なことです。そうしなければ、欧米のその理屈が成り立てませんからね。そうですね。ただ日本はですね、ハマスを背後で支援をしているイランとも良好な関係を持っております。まあ、確かにそうですね。はい。で、イスラエルとは逆にその何の国益上の関係もないんですけれどもね。イランとの国益上の関係というのは、中国を牽制する、中国ということをアジア全体を睨んでいく中で、イランというのはおろそかに、我々日本にとってはできないものなんですね。で、今回日本はですね、この紛争に乗じて、イランというね、外交チャンネルを大いに活用すべきことを考えると、これをすべきだと思うんですよね。まあ、一方的にそのハマスやイランをですね、敵認定して、
日本に得になることは、国益になることは何もないんだということを、ね、まあ、まず申し上げたいですね。もちろん、イスラエルとの関係もね、私昔、衆議院議員だった時に、日イスラエル、友好議連にいまして、ネタニヤフさんと握手したことあるんですが、ね、そうですか。なかなか、もう頭のいいですね、はい。そして産業面でのいろんな技術協力とか、はい、まあ、それはなかなか、これが見込みがあるなって感じがあったんで、もちろん、イスラエルとも、その良好な関係が必要ですけども、うん、ただ、はい、イランのことも考えなきゃいけない。そういうことです。これはおっしゃる通りですね。そういうことです。はい。はい。はい、ですから、そういった全体的な外交関係を我々はまず考えるべきだと、はい。そうです。ということになりますね。はい。欧米は欧米。はい、私たちは私たち。はい、まあ、中国の問題を抱える私たちは欧米の事情と違う、うん、その外交ファクターというものを全体の文脈の中で同時に見据えていかなければならないということだと思います。うんうん、なるほど。はい。まあ、ハマスはテロリストであるというふうにも、なってますね、はい。でも今おっしゃってることだと、イスラエルもテロみたいなことをやってきたと。うん、まあ、どっちもどっちということなんでしょうか。うん、そうですね。うん、まあ、確かに殺し方の違いというのはあるかと思うんですけれども、うん、イメージだけでそういうことを、どちらがテロリストということは言えないと、うんうん、殺してる数のその差からしてもですね、うんうん、どっちもどっち、今までの3000年の歴史も考えたら、どっちもどっちなんです、うん。で、日本はそれこそ全くこれらの争いには直接関知をしてないという、中立の立場であるからこそ、うん、欧米にはできない、その外交力を発揮することが、こういうところでもできるわけなんですよ。そうですね。ロシアとウクライナの戦争でもそうなんです。本来、両者が、うん、この争っていることに対して、日本は中立を貫いて、独自の外交というのができたはずなんですけども、うん、その機会を損してしまったと、うん。今回もそういう同じことをするべきではないと、うん、こう思うんですね。おっしゃる通りですね。はい。それでですよ、イスラエルといったら、強大な軍事国家でありですね、はい、まあ、諜報国家でもありですね、それに比べるとハマスというのは、まあ、それに比べると弱小に見えるんですが、あえてこのイスラエルにここまでやって反発した、反発ってなんか攻撃をしたっていうのは、どういう背景があるのかなって、はいはいはい、まず不思議ですよね。弱小のハマスが、うん、まあ、軍事大国といいますか、強大なイスラエルに対して、ああいう挑発行為、攻撃をしたということは一体なぜなのかということをですね、やはりまず最初考えなければならないというように思うんですね。私は、この点についてはこういう見方をしてるんです。はいはい、でも早速ですね、このハマスの攻撃の直後に、はい、レバノンの、イスラエルの北側にあるレバノンのヒズボラという組織がありますね。うん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 、このヒズボラがイスラエルを攻撃をし、うん、パレスチナのハマスと連帯をするということをもう早速表明をしているわけなんです。うんうん、で、このヒズボラというのはシーア派の武装組織でありますね。で、このシーア派が動くということは同じシーア派のイランも連動して動くという可能性があるわけなんです。ヒズボラっていうのはですね、まあ、イランからかなりおんぶに抱っこ支援を受けている組織であり、まあ、イランのその別動隊と考えても言っても過言ではないくらいの組織なんですね。なるほど。表立ってはおりませんけれども、イラン人の義勇兵がこのヒズボラの中に入っているということも実際ありますし、まあ、このヒズボラやイランがこういう形でこの紛争に関与するということになると、うんうんうん、さらにですね、今度はシリアがそこに連動して動く可能性もあろうかと思うんですね。うん、で、イランの民兵というこういう枠組みがあるんですね、シリアに。はい、うん、これはシリアの国防軍と、そしてイランイスラム革命防衛隊、今言ってるこのヒズボラ。そこにですね、実はロシア軍も入って、共闘して、その動いていると、うん、シリアで。こういったところが、わっと連携して、動き出す可能性ということは、やっぱ想定をされるんですけれども、うん、弱小のハマスだけでは、イスラエルと、今先生がご指摘いただいたように、まともに戦えないっていうのはね、これはもう明らかなことなんです。そうですね。うん、そのハマスが、やはりこれだけのことをするというのは、もともと最初からイスラム同胞らのこういった連携、連動を誘うことができるというその公算が彼らの中にあって、で、うんうんうん、今回のこういう攻撃に踏み切ったんではないかというように私は理解をしてるんですけれども。なるほど。ただですね、まあアメリカ側も今回の攻撃に直接イランが、
関与をしているという証拠は見当たらないと、はい、いうことを、まあ、ブリンケン国務長官も、そう言ってますね。言っておりますね。ただそれでもですよ、今まで、イランはですね、これは表の部分でも裏の部分でも公然とハマスを支援してきたという事実があります。で、ロケット弾がこの3000発、この撃たれておりますが、そういったもののハマスの資金源はどこから出ているのかというと、これは主にイランから出ていると見て間違いないと思いますね。なるほど、はい。そうなってくると、これはそのただ単なるテロが起こったっていうことじゃなくて、はい、今もそのロシアっていうのが出てきて、もうなんか武器、ゾッとする話になるんですがですね。はい。なんかアメリカとロシアが今ウクライナ戦争、代理戦争してるような。はい。なんかそれと同じ構造、ふっとこう連想してしまうような、はい。大きな構図が見えてきますね。はい。まさに第三次世界大戦が勃発するのではないかという、その可能性を指摘する有識者もいるわけなんですね。そうですね。さすがにそこまで行くかどうかっていうのは私もわかりませんけれども、ただですね、やっぱりこのロシアがイランの背後にいるというこの事実は間違いない。間違いないと。かなり今、そのイランとロシアが急接近をこのウクライナ戦争の中でしているという状況がありますよね。イランから武器の支援を受けてますからね、ロシアはですね、ドローンとかですね。はい、その通りです、はいはい。そうするとですね、このイランが動いた時にロシアが次どう動くかということは、うん、まあある程度想定はできるのかなというようには思います。うん、なるほど。代理戦争の形が構図がここに持ち込まれるということは、これはなきにしもあらずだろうと。それで今なぜこういう攻撃が起こったっていう、その直接な動機といいますかね、はい、これいかがでしょうか。はい、中国の仲介でですね、この春に、今年の春に、サウジアラビアとそのイランがその外交の正常化に合意をしたと、3月ですね、そうでした、いうことがありまして、4月にはですね、このサウジアラビアとイランの外相が、北京でですね、会談をするというようなことがありました。で、8月、ついこの間のですね、拡大ブリックスの首脳会談でも、はい、このサウジアラビアやイランなど、6カ国が加盟をしたと、そうなんですよね、いうようなことが、動きがありました。で、こうした、そのサウジアラビアとイランのですね、まあ、急接近に対して、アメリカバイデンが焦ったんですね。で、アメリカはこのサウジとの防衛条約を締結をするという、こういう動きをすぐさま見せていきですね。まあ問題はですね、そのサウジとアメリカがこの防衛条約を結ぶ中で、サウジに対してどういうアメリカが見返りを与えているかということも合わせて見ていかなければならないんですけれども、実はですね、アメリカは、まあ、ここまでサウジアラビアに譲歩してるんです。第一点に、この原子力の民生利用をサウジアラビアに認めますよという。これが第一点ですね。なるほど。で、第二点はですね、この先進兵器の供給をサウジアラビアにいたしますよと。なるほど。この2点を大幅譲歩してですね、サウジアラビアをアメリカの方に引き寄せて、さらにはそのサウジアラビアとイスラエルを急接近させて握手をさせるということを今まさにバイデン政権の中で、されようとしていたんです。まあこれにそのハマスが反発をしたというのは報道で言われている通りなんですけども、ちょっとここで確認をしっかりとしておきたいのがね、はい、なぜアメリカが、まあそこまで譲歩をして、サウジアラビアに譲歩をして、こういうふうなその急接近をさせたかったのかというと、これ一重にバイデンの外交上の点数稼ぎだと、私は思うんですよ、はいはいはい。今申し上げるように、この原子力の民生利用というのはですね、事実上、サウジアラビアに対して、アメリカが核武装していいよと言ってることと私は同じことだと思うんですよ。この民生利用っていうのは軍事利用にもすぐ転換できますからね。もう核武装を認めてあげるよという、そういう思惑があったのかもしれない。まあ確かに今イランがですね、もう事実上これ核武装してると考えるべきだと思うんですね。それに対抗するという点でも、まあアメリカがここを譲歩したというふうなことは考えられるとは思うんですけれども、ただこれはこういう形で、まあ事実上の核武装を認めていくと。さらには、その最新兵器の技術、兵器を供与するということは技術移転ということも、これは考えられるわけですね。事実上の技術移転。こういう二つのことをやって、
ってでも、うんうんうん、まあ、バイデンはその外交の得点を稼ぎたかった、うんうん、あの実はこの10月4日にアメリカの上院の民主党の20人の議員団が、はい、バイデン大統領に対してですね、うん、こんな情報をサウジアラビアにして大丈夫かと、いうことの抗議の意味での書簡を送ってるんです、うん、民主党ですらそう言ったわけですね。民主党ですらもうそこまで言ってるわけなんですね。はいはい、まあ、それでもまあバイデンは焦ってですね、うん、このサウジアラビアに手を突っ込んで、うんうん、それにまあ、ハマスがこの反発をしたというような形なんですね。うん、なるほど。私はですね、あのバイデン政権がこういうそのハマスの攻撃反発というような副作用を、外交上の副作用を生じるということを想定せずに安易にサウジアラビアに手を突っ込んだことの責任というのがもう一重にあるというように感じてるんですね。あの外交というのはその影響だけに、当事者の影響だけにとどまらないんですよ。やっぱりその周囲の周りのこのハマスのようなところにまで飛び火をしてくるということを複合的に考えなきゃならないのに、まあバイデン政権はですね、安易にサウジアラビアに手を突っ込んだと、はい、この責任をどう考えてるんだということを私は問いたいんですね。なるほどね。でですね、さらにですね、あの中東の専門家というような方がこういう言い方を最近してるんですよ、はい、このサウジアラビアとイスラエルの接近というのはもう元々想定されていたことであって、サウジアラビアのムハンマド皇太子、事実上の実権を握っている人物ですね、まあ、この人たちがもうそのアメリカ西側に寄っていってパレスチナ問題にその関心を示してないということはもう前々からの周知の事実だったから、今さらそのサウジアラビアがイスラエルに転んだとしてもそんなことは問題にならないんだっていうようなことを中東の専門家が今言ってるわけなんです。私はこれ違うというように思いますね。木を見て森を見ずの議論だと思います。なぜならば、サウジアラビアというのは確かにもうパレスチナ問題に関心を失っていたかもしれないけれども、しかし一応ですよ、このイスラエルに対してのストッパーになっていたんですよ。パレスチナ問題をしっかりと自分たちで管理をすると、イスラエルの好きなようにはさせないぞということのストッパーにサウジアラビアは今まで一応はなっていたんです。で、今回そのイスラエルとのサウジアラビアの接近ということがもう実際にそういう形になっちゃうと、そのストッパーさえも外れてしまうと。なるほど。このことに対するそのハマスの反発っていうのは極めてこの強いものがありましてね、到底見過ごせるものではないということで、まあ今回のこの攻撃につながったんだろうなというふうに私は感じております。なるほど、はい、でそこまでしてですね、バイデンがサウジアラビアを取り込んでいく背景には、はい、なんかあれですね、やっぱり石油の話もあるんでしょうかね。はい、これは必ずあると思います、うんうんうん、まあ今アメリカはご存知のように、はい、もうとんでもないインフレに苦しんでいるわけなんですね、うん、まあアメリカだけじゃありません、うん、これはもう世界中でこのインフレに苦しんでいて、うんうん、まあこれに手を打つためにもですね、国際石油価格に影響力を持つサウジアラビアの影響力を無視できなくなったという背景が一方であろうかと思うんですね。そういえば増産の要請をなんかしにしたりとかやってましたよね。はい、そうです。はい、そうです。まあ、それは結構蹴られたみたいです。でしたけどね。そうですね。まあ、こういう背景であって、そのサウジが関係を深める中国とかですね、ロシア、そういったものに対抗するというようなことも、アメリカも考えたでしょうね、うんうん、だからまあバイデン、ね、うん、バイデンはですね、このインフレを招いた自分の失勢をですね、何かこういうサウジアラビアにその石油の増産をしてもらうとかいうこういう禁じ手を使ってその責任逃れをしようとしたんだろうというふうにも思います。なるほど、はい、まあ、かなり大きな動機ですね。それとバイデンって就任以来外交では失策がついてるんじゃないですかね。そうです、もうずっと失策続き、まず第一の失策がこの2021年のアフガニスタンの撤退、あんな無様な形で強引にそのアフガニスタンから米軍の撤退をね進めていったわけです。もうあれで完全にそのアメリカの世界に対する外交プレゼンスが失墜していってしまったと。でさらにはこのウクライナ戦争でももうウクライナの敗北が濃厚なんですね、うんうん、これメディアでですね、なんかまるでそのウクライナがまだ踏ん張って頑張ってね、ロシアを叩きのめすみたいなことを言ってる人がかなりいますけれども、実態そうじゃないですね、もうウクライナの敗戦敗北が濃厚というような答
ことで、アメリカ国内ではもうウクライナに対する支援をね、打ち切りなさいという、こういう世論、共和党を中心に巻き起こっている。民主党の中でももうそういうことに傾斜するような人、もう出てきているくらいなんですね。まあ、今予算までね、削られちゃいましたからね、ウクライナ支援の。そうです、そうです。こういう失態続きの中でね、アメリカの外交プレゼンスの隙を突くというような形で、今回この絶妙なタイミングで、このハマスの攻撃というのが撃たれたと、こう私は見ております。なるほど。はい。タイミング的にはまさにね、そういうことなんでしょうね。はい。そして一方で心配なのがイランなんですが、これはどんな状況なんでしょう。はい。まさに今後そのイランが、この紛争に直接介入するかどうかというところが大きな今後の焦点になってくると思うんですね。まあ、先ほどから申し上げるように、ハマスの後ろにはこのイランがいるというのは、これはまあ間違いないわけなんですね。で、このことを考える上で、一つちょっと振り返って、その想起しなければならない事項というのが、私はこの2020年、今から3年前の、1月3日に起きたですね、トランプ大統領によるスレイマニ司令官の暗殺事件というのがございましたですね。イラクかなんかでやったんですかね。そうです、イラクでやったものでありますね。あれはトランプの指示を受けたその米軍によるドローン攻撃でですね、革命防衛隊司令官のスレイマニを、まあ、その一瞬で殺したと。でそのスレイマニがイラクに行っていた時に、今松田先生ご指摘していただいたイラクなんですね、ここは重要なところなんです。イラクに訪れていた時に、イラクでカタイブ・ヒズボラというですね、イラクのシーア派組織があるんですけれども、その最高司令官、最高責任者であったムハンディスという人物がいるんですね。このムハンディスとスレイマニが会ってるところを、そこをそのドローンで爆撃して2人同時に殺したわけなんです。まあ、これはトランプ大統領の指令で行われたことでありました。まだ皆さんもこれご記憶されていると思うんですけれども、結局アメリカとしてはですね、まあ、イランのその革命防衛隊がシーア派連合というものを急速にその強化し、連携させを形成しようとしていると。そういうことをさせてしまうと、この中東におけるその脅威になるので、今のうちにこの温度を振っているスレイマニを潰せということでですね、あの時、まあ爆撃に踏み切ったわけなんですね。まあ実際そのスレイマニ一人を殺したところで、そうした動きというのが収まるわけでもなく、そしてまあその後、残念なことにトランプ大統領が、まあ大統領2期目に当選しなかったということで、このイランに対するその緩和措置というのがずっと一貫してバイデン政権の中に取られていくわけなんですね。で、また、イランのその革命防衛隊を中心にして、シーア派勢力が結集し直す、再起をするという動きにずっとこの間なってたわけです。なるほどね。例えば、そのイエメンのですね、シーア派組織のフーシーというのがありますけどね、このフーシーというのも、これもですね、まあ、イランとの連携をその後も強めていったと。そうですね。うんうんうん、はい。フーシーというとですね、2019年に、サウジアラビアの石油施設をドローン攻撃で爆撃しましたけども、そのドローンを供給供与していたのは、これイランなんですね。イランですね。こういう連携が非常にですね、強まっていっているということですね。さらにはですね、まあ先ほどルール申し上げるように、ハマスやヒズボラとの連携も、これも明らかなんですね。まあ、アメリカがこのウクライナにかまけているうちに、中東では、こういう、まあ、その、シーア派連合のね、そういう危機、脅威というものが、まあ、アメリカにとっての脅威ですけどもね、高まってきているということが見逃せないと思います。ウクライナに暴殺されている間に、中東で非常に大きなリスクが、アメリカにとってのリスクが増大していたと。はい。またこの戦略的なミスをしているような感じがしますね、アメリカですね。そうなんです。なるほどね。はい。で、しかもあれですよね、トランプ大統領と、その、バイデンのイランに対する
政策が全然違うと、はい、いうこともありますよね。そうですね、うん、まあ、民主党政権と共和党政権の違いと言ってもいいかもしれません、うんうん、まあ、オバマ時代を含めて民主党バイデン政権はですね、うん、ずっとこのイランに対して、うん、まあ、その融和政策ということを取ってきたわけなんですね、うんうんうん、それに対してまあトランプ大統領は2018年に、はい、イランのその核合意の離脱と、うん、いうことをして妥協しないという姿勢を、うん、示しましたね、うん、まあ、2017年にはシリアを攻撃するというようなこともあったわけなんです、うんうん、まあ、バイデンはこの間もですね60億ドルのイランのですね凍結資産を解除するなど、まあ、その資金がテロリストたちの資金源になってるぞということを、まあ、トランプ大統領もツイッターなどで指摘を、ね、指摘してましたね、トランプ前大統領、はいはい、してましたね、はいはいはい、まあ、こういう事実が実際にあろうかと思うんですね、うん、やっぱり危険なのは今イランが事実上核保有をしている可能性というのが極めて高いと、うん、いうことの中でこのアメリカはこの脅威を放っておくことはできないということなんだろうけれども、うん、まあ、バイデンがどっちつかずのことをしたと、うん、いうことなんですね。これもバイデンの失策、ね、失策ですですね、はい、間違いなく、うん、ちょっとここで強調しておきたいんですけども、はい、アメリカがトランプ大統領のようにね、うん、イランに対して強硬政策を取るということは、これは絶対必要なことだと思います、はいはい、だからといって私たちもイランに対して強硬政策を取れというわけでは決してないんですね、日本が、うんうんうん、日本は日本の独自の外交ルートがあるので、うんうん、これは強弱を使い分けて、うんうん、物事を進めていかなきゃならないというのは冒頭申し上げた通りであります、うんうんうん、おっしゃる通りですね、はい、とにかく黒か白かで、はい、もうこいつはいけないやつだ悪いやつだって言って、全てその人のやることは悪いという単純な話ではありませんからね、これですね。そうですね、特に日本はそうですね、はい、はい、完全懲悪で考えては失敗するということがありますよね、はい、でところでこの、ユダヤと、まあ、アラブですね、はい、これは長い長いこの歴史、まあ、まあ、戦いの歴史といいますかね、はい、まあ、このこともよく考えた方がいいように思うんですが、これいかがでしょうかね、うん、はい、うん、殺し合いの歴史がですね、3000年間、3000年、はい、この両者で続いているわけなんですね、うんうんうん、そんな3000年前の話をね振り返っても仕方ないだろうっていう有識者がいますけどね、うん、私たちはとんでもない話だと思います、うんうんうん、3000年前から続いている蓄積というその大きな文脈の中で見なければ、うんうん、今のこの一場面ということだけを取り出してみても、うん、何の意味もないわけなんですね、はい、このウクライナとロシアだってそうです、うん、これはもう中世の時代から両者で続く紛争、民族争いというのがずっとあって、はい、その全体の文脈から見た場合、うん、今のウクライナとロシアの戦争がどんなものであるかという、うん、その本質が見えてきますから、そうですね、これだって同じなんですね、うん、やっぱりこれどういった歴史を歩んできたのかということをやはり理解した上で、うん、ものを言っていくということは私は欠かせないことだと思うの で、うん、そうですね、ちょっと簡単にその歴史を振り返っておきたいと思うんですけれども、はいはいはい、ユダヤ人がもともとシナイ半島にを現住地として居住をしていたんですよね、うん、はいはい、まあ、しかし今からこの約3000年前にエジプト新王国がこのシナイ半島に攻め入って、うんうん、ユダヤ人がシナイ半島から追い出されるんですね、はい、そしてパレスチナに移住をしていくと、はいはい、まあ、これが出エジプトと呼ばれるものですね、うん、英語で言うとエギザイルということになりますが、うん、でこの亡命地パレスチナでヘブライ王国が作られてくるわけなんです、はいはい、そのヘブライ王国紀元前10世紀にダビデ王とかソロモン王が出まして全盛期が形成をされていって、まあ、この時期にユダヤ教も確立をされていくわけなんです。まさに3000年前ですね。そうです、うん、はい、まあ、当初この繁栄したヘブライ王国だったんですけれども、うん、内部紛争によって分裂をし、うん、まあ、周囲のアラブ人に最終的には支配をされていくという形で崩壊していくんですね、うん、でその中で紀元前6世紀に起こった非常に有名な出来事があります、うん、まあ、これが世界史の教科書なんかにも出てくるバビロン捕囚と呼ばれるものですけれども、はい、新バビロニア王国がこのユダ王国を滅ぼしまして、うん、多くのユダヤ人を奴隷にした、うん、あるいは殺したでバビロンに連れて行ったと、うん、まあ、バビロンというのはバグダードの南の90キロのところに
ある古代都市ですけれども、うん、そこに連れて行ってユダヤ人を虐待しましたよと、うん、これがバビロンの捕囚と呼ばれるものですけれども、うん、まあ彼らはそのユダ王国というのが当時ユダヤ人の王国でありましたね、はい、そのユダ王国の移民ということで、うん、ユダヤ人というように呼ばれるようになったわけなんです。さらにこの紀元前1世紀ローマ帝国が建国されると、これはもうご存知のようにユダヤ人がこのローマによって迫害をされていきますね。そしてその各地に離散をしたということ、特にそのヨーロッパなどにも離散をしていって移住をしていったっていうのが、これがディアスポラです。ディアスポラっていうのは英語でいうところのディスパース、分散、離散という意味ですね、はい、こういったことが起こったわけです。ですからね、イエス・キリストというのはユダヤ人ですね、はい、イエス・キリストのイメージっていうのは白人の金髪碧眼の男性として宗教画なんかでもよく描かれるじゃないですか。もう当時のユダヤ人というのは別にそんな金髪碧眼であるはずがなかったわけなんです。ユダヤ人が金髪碧眼を白人化していく過程というのはですね、うん、これはヨーロッパに渡っていってその現地で白人と混血をしていく中で、うん、なるほど、ああいう金髪碧眼の今の今日のような容姿になっていくわけであってね、もともとユダヤ人というのはセム系民族、つまりアラブ人の擁護に近かったと、はい、つまりイエス・キリストもああいう金髪碧眼のイメージじゃなくて、もっとその髪の毛が黒くて目が黒くて、どちらかというとアラブ中東の人たちの顔つき擁護に近かったというように思われるんですね、はい、でここまでがまあ大体そのユダヤ人のディスパース、ディアスポラまでの歴史なんですけれども、まあ、そこからですね、ユダヤ人が再びまたパレスチナに帰ってくるというのが、はい、これが20世紀以降の歴史になりますね。はいはい、1917年、第一次世界大戦中ですけれども、イギリスのバルフォア外相が、はい、まあ、バルフォア宣言、バルフォア書簡というものを出したということは、これはもうよく歴史の教科書でも扱われることですけれども、うん、ユダヤ人財閥のロスチャイルドに宛てた書簡の中で、まあ、自分たちのその資金がね、足りなかったものですので、イギリスが、戦後、第一次大戦後、ユダヤ人のための国をパレスチナに建国を認めるよ。その代わりに我々に資金を融通してちょうだいということで、このバルフォアがロスチャイルドに対して書簡を宛てたということがあります。それに対してですね、それに先立つ2年前の1915年にですね、フサイン・マクマホン協定という、これも有名な、まあ、秘密外交をイギリスはしておって、はい、石油がもう当時の重要な燃料になっておりましたので、その石油燃料を確保するということをイギリスはしなければなりませんでした。ですからそのアラブに対して、自分たちに協力をしてほしいと、石油を送ってほしいと、その代わり戦後この中東オリエント地域で、アラブの、独立を、オスマン帝国からの独立を認めるよ、ということを言っていた。これが二重外交なわけです。また二重外交ですね。はい。同じこのオリエント中東地域に、片やユダヤ人の国を認めます。片やアラブ人の独立国家を認めます。両立するはずがないということで、まあ、今日のようなパレスチナ問題が起こる、これが原因になっているわけなんですね。なるほどね。はい。まあ、一種の、当時の大英帝国の英語によって、はい、今日の紛争のネタが作られてしまったと。作られたんですね。はい。はい、結局もうこういうデタラメ外交をした結果、パレスチナで紛争が戦後直後からもう始まりましてね、もうイギリスにとって手に負えない問題になっちゃうと。そして第二次大戦後、イギリスが丸投げをする格好で、国連やらアメリカに丸投げをして、結果的に、このイスラエルという国家が1948年に建国をされるということになります。ね、はい、まあ、結局、イギリスが金と石油が欲しかったと、はい、いうことによって、はい、こういう混乱した秩序になってしまったと、はい、いうことですね。その通りです。ね、
はい、はい、なるほどね。イスラエルが建国をされてから、うんうん、結局そこにどんと今までアラブの地域だったものに、うんうん、そこにユダヤ人がどんと入ってきますから、うんうん、当然そのアラブ人が両端に追いやられて、そうですね、うん、その両端に追いやられたうちの西側がガザ地区、うんうん、東側がヨルダン河岸地区という形に今日なっており、はい、まあ、これがその争いをずっとその戦後もしたと。うん、そうですね、いうことになります。まあ、いわゆるユダヤ人と言われる人たちは世界中にいるユダヤ人、はい、でそしてイスラエルという国にいるユダヤ人、はい、どれぐらいの感じで捉えればよろしいでしょうかね。はい、大体ですね、ユダヤ人の全世界の人口は1500万人ぐらいというようにされているわけですね、うん、そのうちイスラエルに住んでいるユダヤ人が、まあ、600万人ぐらいと、うん、いうようにされております、うんうんうん、ですから、まあ、ユダヤ人にとってはですね、うんうん、この半分弱ぐらい その勢力を、うんうん、まあ、イスラエルにそのあるわけですから、存在するわけですから、うんうん、当然もうこれは放置することはできない、うんうん、あらゆるそのユダヤのマネーが、うんうん、やはりそのイスラエルを支援するためにあらゆるルートから今日でも入ってきており、うんうん、イスラエルはその軍においても非常に強大な軍を抱えているということになっているわけです、うん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 、なるほど、はい、まあ、そういったことで紛争のネタがずっと前に作られて、そしてそれが繰り返し繰り返しいろんな形で起こってきているという流れになるわけですね、はい、まあ、その中でも今回は規模が非常に大きいということになりますよね、はい、そうですね、うん、今までもこのユダヤ側とアラブ側との停戦や合意というものをずっと繰り返し繰り返し、うん、4回にわたる中東戦争というのもありました、うん、でその度にですね、うん、まあ、停戦やその交渉やらされてきたわけなんですが、うん、穏健派と過激派の、うん、まあ、対立内部構造というのがそれぞれの陣営にあったわけなんです。で、まあ、特に今回のこのやってるハマスというのは過激派なんですね、はい、うん、パレスチナ人全体はもう第四次中東戦争以降はできるだけ話し合いによって解決しようよというそういうムードなんです、はい、PLO ファタハと言いますけれども、うん、こういう穏健派がパレスチナを主導していたんですが、うん、しかしそれはけしからんということで、うん、まあ、出てきたのがこのハマスで、うん、私たちはそんな話し合いなんかしないんだと、うん、徹底抗戦をするんだという過激派組織として残ったのがハマス、うん、だからまあ彼らはですね、もうとことんやるわけなんです。相手がどっちかが死ぬまでですね、うん、殺し合いを続けていくだろうと、うん、こういう流れだと思います。なるほど。はい、ハマスは要するに強硬派と武闘派であると、はい、いうことですね、はい。まあ、アラファト議長とかね、いらっしゃいましたけどね。そうですね。はい、アラファト、アッバースという、まあ、2代続けてですね。そうですね。はい、まあ、アラファトは途中で穏健派に転向をして、はいはい、でその転向路線をアッバースが引き継いだと。そうですね。こういうことですね。そういうことですね。はい。そしてこれからどうなるかなんですが、はい、まあ、イスラエル軍が大規模な軍事侵攻に出たとした場合、はい、どういう展開になっていくかということなんですが、これどういうふうにご覧になってますか。はい。まあ、大規模な攻勢に報復に必ず私は出てくるだろうと思いますし、うんうんうん、そうすると紛争が長期化してくるという可能性も高くなると思います、うんうんうん、いくらイスラエル軍が強大であったとしてもそう簡単にそのガザのハマスをですね、うん、制圧するということにはならないと思います。と申しますのは、はい、先ほどから冒頭申し上げるように、うん、これはレバノンのヒズボラなどの組織も絡んでくる可能性がある、はい、シリアが連動してくる可能性、うん、さらにはイランが連動してくる可能性、うん、いわゆるそのイスラムシーア派連合が連動してくるということになれば、さすがのイスラエルも、うん、これは簡単にハマスだけを潰せばいいという話に私は決してならないというふうに思うんですね、うん、なるほど。そういう意味で長期化ということが、うん、私は考えられると思います、うん、なるほど。で、アメリカが今そのウクライナ戦争にかまけておりますね。そうですね、はい、うん、でそのマンパヤや資源をですね、ウクライナのみならず、まあ、中東にも向けるということになってくると、うん、まあ、両面作戦をしなければなりませんよね、うんうん、そうするともうそのリソースが割かれて、うん、アメリカは東アジアをこう見ていくという余裕が
今後なくなってくる可能性っていうのが。なんか早速弾薬が不足してるとか、はい、なんかそんな話がアメリカで言われてますよね。はい、そうです、武器弾薬の不足という事態にこれなってくる可能性が高いと思います。うんうん、そして東アジアにその空洞現象が起きるとなると、うん、それを一番喜ぶのは誰かというと、もちろん中国が喜ぶわけなんです。そうなんですよね。はい。この両者のこの両面作戦というものが中国の冒険主義を誘発することになるのではないかというこういう指摘がやはりありますね。この冒険主義というのは言うまでもなく中国による台湾への軍事侵攻のことでありますが、こういったことも今がチャンスというように習近平政権が考えても当然おかしくないというように私は思います。習近平としても今内政がカタカタですからね。はい。こうやって外の方に関心を向けるためにもっていう動機はもともとありますよね。ありますね。はい。よくですね、アメリカの専門家がですね、まあ、こういうレポートを出してるんですね。その中国のその内政問題が今おっしゃるような、恒大集団のような、ね、バブル崩壊のようなですね、こういうガタガタの混乱が、国内の混乱が、直ちに、国外のその冒険主義、いわゆるその国内のことから目をそらすために国外のファクターを使うということにはならないというようなことを、まあアメリカの研究者が盛んにそれ言ってます。確かに天安門事件でこのごたごたした時に、別にあの時に中国は外にその目をそらそうとはしなかったという、まあ歴史的なこともありますけれども、しかしですね、まあそういう分析自体は成り立つかもしれないけれども、私は十分にこの国内の混乱をそらすためというこの古典的な手法がかつてその歴史の中で何度も取られてきた古典的な手法が今のその中共政権の中で取られる可能性というのは一方で大きいというように私は思います。しかもこの次の1月にですね、台湾総統選挙がございますね。今のところまあ民進党の頼清徳氏がリードをしておるということで伝えられており、このままですね、まあその頼清徳氏が勝ち、仮にその彼がその独立というようなことを言うということになれば、もう中国も黙ってられなくなるわけなんです。そこでですね、まあ中国がどういった行動に出るかはわからないと。またその中国と密接に関係が深い、その国民党がまあ勝てる見込みがないと、総統選に勝てる見込みがないというこういう状況の中ではですね、中国もやはり着々と何かを進めているということもあろうかと思います。それでね、よく台湾の専門家なんかもこういう言い方をするんですね。さすがの中国もね、わざわざそんな冒険主義を取ってまで、リスクを取ってまで、その軍事侵攻をするなんてことしないでしょうと。もっとその内部工作とか、サイレントインベージョンによって、そうですね、そういう言い方は結構されてますね。されてますよね。政治的にそういうものをやっていく可能性が強かろうというように指摘をしておりますけれどもね。私はこういうふうな、まあ、見解も当然成り立ちうると思いますけれども、その方が合理的だとも思いますけれども、そういう合理的な発想が、習近平に当てはまらないというところが、そこなんですよね。怖いんですよ。まさにその通りですね。ええ、もう独裁体制になって裸の王様状態になっている、はい、あの方がどんな狂った判断するかと、はい、そっちのリスクが大きいですね。そうなんです。はい、もう今回の福島の処理水のあれだってですね、外に関心を向けさせるためにやってたわけですからね。はい、あんな国際社会の中でどう見てもおかしいことだって平気でやってしまうと。やるんです。ということですからね。はい、それからやっぱり習近平がね、私は彼は形にこだわってる可能性があるんじゃないかなと思うんですよ。はいはいはい、ああいうこの軍事侵攻でうわっと台湾を囲んで、うわっとこの選挙を軍事的にしていくというような形式主義にですね、傾斜をする可能性もですね、私はその想定しておかなければならない。必ずしもその我々の発想で合理的に、その独裁者が動くとは限らないんだという想定を常にしておかなければならない。はい、今の中国はめちゃくちゃそういったので我々にとってのチャイナリスクが高まった国であると、はい、読めないと、はい、いうことがありますよね。はい、うん、もう過去最大級にですね、こういう危機に今私たち日本がですね、直面をしている時期なんですが、しかし肝心なことにこの日本にそのような有事の備えが
ほぼほとんどできておらないということが、私は大問題だと思います。まさにその通りですね。はい。まあ、ウクライナ紛争の時に 見られたように、とにかくウクライナ頑張れ、プーチンけしからんというような単純な物差しで、またね、G7 と一緒になって、ハマスけしからんと、だけ言う、もちろんけしからんというのはいいんですけどもね、まあ、そっちの方に傾いていって、そしていつの間にか我が国がとんでもない危機に置かれているということを忘れてしまうというのは、日本にとっての一番の危機ではないかなという感じがいたしますね。はい。今回もどうも、いろんなことが勉強になりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。